漫画でっきょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。どうやらガチャの迷いの森に、迷い込んでしまったようでございます。というわけで、サガフェスのガチャラッシュが、終わったかと思ったら、今度はウルトラデラックスガチャ、性能次第でスルーしようと思っていたのですが、なんと、黒様がウルトラデラックス限定スタイルで、登場とのこと。というわけで、スルーできないガチャがやってきました。サガフェス4連続天井という悪い流れを、引っ張っての今回のウルトラデラックスガチャ、果たしてここで流れを変えることができるのか、それとも再び天井か。過去の黒様ガチャの戦績も、水際20連で来てくれたとは、いえ、裏ゲンフンドシとミンサガフェスゲンは仲良く、天井ですからね。いやー本当に恐ろしやですよ。というわけで今回は、ウルトラデラックス黒様を狙って天井覚悟で、参ります。黒様の他にも、ジャミルとバーバラも欲しいところではありますが、今回は黒様が引けた時点で、撤退します。この後ハロウィンガチャも控えていることでしょうしね。温存できるならジュエルは温存しておくに越したことはないですからね。今回のガチャは黒様と、ジャミルがウルトラデラックス限定スタイル、バーバラとグレイがプラオチスタイルですな。SS 提供割合 5% 中、ピックアップが 4%。今回はすり抜け控えめの、ガチャ、なはず。ちなみに前回の動画から iPad での、録画に戻して撮影しております。サガフェスの時はメイン端末の iPhone で録画していたのですが、ガチャ結果が散々だったので、験担ぎも兼ねて変更です。これで流れが変わってくれたらいいのですが、ねえ。さあそれでは、雑談は、この辺りにしてそろそろ行きますか。4連続天井跡のウルトラデラックスガチャ、黒様を、求めて、行くぞー。まずはオフ7を使っての、半額優勝の10連ガチャから。二枚抜きじゃー。黒様を、どうか黒様を、お願いいたします。とりあえず新スタイル一体ゲット。そしてまだ終わらんよ。なんてったって、2枚抜きですからな。お前さん、なんか、ことあるごとに邪魔しに、来よるよな。SS5% 中？ピックアップ 4% って、言ってませんでしたっけ？グレイは私のロマサガ1初プレイの、キャラなので思い入れもあるんですよね。優勝半額10連は実質1枚抜きと、変わらない、無駄に3枚抜き。まあグレイを連れてきてくれたんで、十分です。続きまして、優勝単発、行くぞバーバラ、来たー。優勝単発が大仕事、バーバラはできれば欲しかったスタイルなので、良き、現状唯一性の塊みたいなスタイルですからね。これはありがたやです。この時点でかなりいい感じですな。あとはできるだけ早めに黒様を、お迎えするだけです。それではここからが本番、無償ジュエルでの、10連ガチャ、行くぞー。お、今回3連続でワイズマン5丁ですね。黒様を、どうか黒様を、お願いいたします。
様、来たわー。ありがとう。そしてありがとう。天井回避どころか神引き。これにて、撤退します。iPad 最強伝説、あると、思います。サガフェス4連続天井を、帳消しにする、20連帳神引きウルトラデラックスガチャでした。2020年の限定黒様は、私に優しくなってくださったみたいです。贅沢言ったらジャミルも狙いたいところではありますが、ここで調子に乗ると一気に、ドツボにはまるやつでしょうからね。ここはぐっと我慢でガチャ撤退ですぞ。おはガチャにワンチャンかけてみることに、いたします。ハロウィンロマフェススタイルの、詳細が出てきて、スペック的に微妙。もしくはジャミルの評価がうなぎ登りに、上昇して必須核補給になったら、ジャミル狙いで天井覚悟でウルトラデラックスにぶっ込むかも、しれません。まあ多分その可能性は限りなく、ゼロに近いかと思いますがね。これから年末にかけて何かと入りようも、増えると思いますので、ジュエルは温存しておきたいところです。2周年の差がこれに合わせてゲームボーイ版スタイル追加の、可能性もありますしね。今回、一番騒がれてないグレイですが、前回のプラグレイを持っていたら単体火力としては、かなり期待できそうな感じですね。単体継続火力としては、なかなかのもののようです。最果てで縦一列に並ぶ敵なんかも、結構出てきますし、なで切りでの活躍も期待できるんじゃないですかね。水長剣の連達？それは知らない子ですねー。逆にこっちは大騒ぎされまくったバーバラさん。新アビリティの熱情の、魂は号令や美を凌駕してしまったようですな。バーバラさんがパッションするだけで、全員火力プラス 20% ですからね。発動率が 40% と、確実性には欠けますが、本人もそこそこ火力出せますし、かなり当たりなプラゲンスタイルですな。そして今回一番の目玉の、黒様、なんと、ハンニバルを抑えて突単体火力トップに、躍り出たようです。さすが黒様ですな。この日を、どんなに待ち望んでいたことか、G は、嬉しゅうございますぞ。あ、単体継続火力ならハンニバルの、方が上だと思いますけどね。それでは新黒様の育成も、兼ねてカエルをフルボッコにしてきますかね。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。